テルペン。テルペン。テルペンは、イソプレンを構成単位とする炭化水素で、植物や昆虫、菌類などによって作り出される生態物質である。もともと精油の中から大量に見つかった一群の炭素10個の化合物に与えられた名称であり、そのため炭素10個を基準として体系化されている。分類によっては、テルペン類のうちカルボニル元や、 ヒドロキシ元などの官能元を持つ誘導体は、テルペノイド、テルペノイドと呼ばれる。それらの総称として、イソブレノイド、アイスブリノイドという呼称も使われる。テルペノイドは、生体内で、メバロン酸から生構成される。テルペンの語源は、テルピン油であるが、実際は、テルピン油に限らず多くの植物の精油の主成分である。それらは、 形式上二つ以上のイソプレン単位 C から構成されており、イソプレン単位の数に応じて、それぞれモノテルペン、C、セスキテルペン、C、ジテルペン、C、セステルテルペン、C、トリテルペン、C、テトラテルペン、C と呼ばれる。モノテルペンは、バラや柑橘類のような方向を持ち、香水などにも多用される。 例えばリモネンはレモンなど柑橘類に含まれる高気成分であり、溶剤や接着剤原料などとしても利用される。メントールは爽やかな方向を持ち、菓子や医薬品に清涼剤として用いられている。香り以外にもテルペノイド誘導体には生態において重要な役割を果たしているものが多い。すなわち、モノテルペン類より大きなテルペノイドは 生理活性を示すものが多い。スクアレイやコレステロールは、イソプレノイドより生合成される。また、植物色素として知られるカロテノイドもテルペノイドである。同様にビタミン A、D、E、K、コエンザイム Q あるいはクロロフィル、ヘム、単純酸もテルペノイドに由来する。またテルペノイド由来の天然物にも重要なものが多い。イソプレーンが多数連なって重合すれば、 天然ゴム、イソプレンゴムが得られる。セスキテルペノイドのアブシジン酸は植物ホルモンとして採用し、ジテルペノイドであるパクリタキセルは抗がん剤として使われる。大部分のテルペンは水に溶けない、すなわち素水性である。その他の物理的、化学的性質については特に共通すると言える点は見られない。また、天然物をテルペンであると決めることができるような物理。 科学的性質もない。モノセスキジテルペンはすべて植物から、もしくはその精油から、水蒸気蒸留、抽出、クロマトグラフィーといった操作によって得られる。若い植物は炭化水素であるテルペンが成熟した植物は酸素を含んだ誘導体、例えばアルコール、アルデヒド、ケトンなどを含んだものを生産する。工業的に科学構成され、生産されているテルペンもある。 松の樹液から得られるピネンはメンタン、ミルセンやペリルアルデヒド、小脳など、他のテルペノイドの合成原料として利用される。また、ミルセンからはメントールが製造される。テルペンという名称は、アウグストケクレによって考案された、テレピン油、ターペンに由来するものである。最初は、テレピン油に含まれる、炭化水素や樹脂酸といった物質を指す語であった。 後に意味する対象は広がり、この定義もより正確なものになっていった。テルペンの科学に最も大きく貢献したのは、ケクレの下で研究を行ったオットー・バラフ派と、クロアチア生まれの科学者、レオポルト・ルジチカである。当初、テルペンには抽出された植物などを由来とする名称が与えられていたため、結果として同じ化合物に対して複数の名前が付けられていた。 バラッハは1884年にそれらの整理を行い多くは同一のものであることを示した。1892年には九州のテルペンの存在を明らかにした。また、1884年から1914年にかけて180ページからなるテルペンウンとキャンファー、テルペンと性能を表した。バラッハはテルペンがイソプレイをもとに構成されていることも指摘した。 アドルフ・フォンバイヤーは、テルペンの構造の整理に関する研究を行った。しかしながら、長きにわたる調査にもかかわらず、完全に構造が分かっているテルペンは多くなかった。セスキ・テルペンで初めて正しい分子式が明らかにされたのは、サンタレンで、1910年、フリードリヒ・セムラー、フリードリヒ・ウィリアム・セムラーによるものである。 イソプレンクの原型は1887年にバラッハによって提唱され、1922年にルジチカによってイソプレンクとしてまとめられた。フェオドル・リュネンとコンラート・ブロッホは1964年にテルペンの生合成に関する報告を行い、後1965年にリュネンは著書でアベイクでア,アクティバ・ヤートン・エジグソルツ DN、ターペナウント・フェツーロン。 作産からテルペン及び脂肪酸への経路を発表した。生物によるテルペンの合成、生合成がどのようにして行われているのかを初めて明らかにしたのは、リュネンとプロッホである。彼らはそれらがメバロン酸経路によるものであることを示した。今日では、さらなる研究によって、植物では、イソペンテニルにン酸、イップや、ジメチルアリルにン酸、ダマップへと至る。 他の生合成経路も存在することが知られており、これは、メチルエリトリトール経路、2C メチールエリスリトール4、ホスフェートパスウェイ、MEP 経路、あるいは発見者の名をとって、ローマー経路、ロメールパスウェイと呼ばれる。メバロン三経路は、細胞質基質に、MEP 経路は、葉緑体や白色体などのプラスチドに見られる。これら二つの代謝経路の間で物質がやり取りされる。 ことは、ほとんどない。すべてのモノテルペンとジテルペンは、プラスチドで生合成されるのに対し、すべてのセスキテルペンは、細胞質機質で生合成される。細胞質機質でのテルペン性合成、メバロン酸経路は、酢酸の活性化体であるアセチル補光素 A、アセチル COA より始まる。アセチル COA が暗い全粛合によって、アセチル化体である。 アセトアセチル COA となり、さらに、アルドール縮合を受けると、ベータヒドロキシベータメチルグルタリル COA が、生成する。これが、メバロン酸に変換される。次に、メバロン酸はリン酸化され、ホスホメバロン酸、さらにジホスホメバロン酸となる。これが、最終生成物であるイップ、およびその異性体のダマップへと変換される。イップやダマップは、プレニル基点以酵素、 プレニルトランスフェラーゼ類の酵素によって様々なテルペンの基本骨格に誘導される。最初の段階は、ジメチルアディルトランストランスフェラーゼ EC2.51.1 によるイップとダマップからのゲラニルにン酸 GPP の構成で、これはモノテルペン性合成の出発物質となる。ファルネシルにン酸合成酵素、ファルネシルにン酸シンターゼは、 ダマップと GPP を結合させて、ファルネシルにリン酸、FPP を合成する。これは、細胞質機質でのセスキテルペン性合成に利用される。2分子の FPP が結合すると、スクアレンが生成し、スクアレン合成酵素、コレステロールやフィトステロールといったトリテルペンへと変換されていく。プラスチド中の酵素、ゲラニルゲラニルにリン酸合成酵素は、 FPP と一部からジテルペンの基本骨格となる、ゲラニルゲラニルにリン酸、GGPP を合成する。さらに、二分子の GGPP が結合すると、フィトエンが生成し、テトラテルペンであるカロテノイドの線具物質となる。このようにして、各テルペンの基本骨格は構築され、さらに他の酵素によってそれぞれテルペノイドへと変換されていく。テルペンは、 植物の作り出す二次代謝物である。脂質の一種にも分類される。テルペノイドはテルペンから誘導される化合物であり、生合成が進むと炭素原子が取り除かれることもあるため、炭素数が5の倍数にならないものもある。構造によって、非間式、単間式、二間式、三間式のように分類することもできる。それぞれ分子内に零個、一個、二個、三個の 感情構造を含む。さらに細かく、骨格構造によって分けられることもある。また、イソプレン単位がつながっている向きによって、ヘッド、テール、ヘッド、ヘッド、テール、テールのように分類される。メチル元が2個ついている側が、ヘッド、エチル元の側がテールである。イソプレン単位の数によって分類する場合、炭素数が5個のものは、ヘミテルペン、ヘミトルピン、 10個のものは、モノテルペン、モノターピン。15個のものは、セスキテルペン、セスキターピン。20個のものは、ジテルペン、ダイターピン。25個のものは、セステルテルペン、セスターターピン。30個のものは、トリテルペン、トライトルピン。35個のものは、セスクアルテルペン、セスキアターピン。40個のものは、テトラテルペン、テトラターピンと呼ばれる。 説答時はギリシャ語に由来し、それぞれもの、モノマイナス、ジ、DI マイナス、トリ、トリマイナス、テトラ、テトラマイナスは1から4、ヘミ、ヘミマイナスは半分、セスキ、セスキマイナスは1と1、2、セステル、セスターマイナスは2と1、2、モトライは3まであと半分、セスクアル、セスキハーマイナスは3と1、2、モトライは4まであと半分を意味する。 イソプレン単位を1個だけ持つものは、ヘミテルペノイドと呼ばれる。よく知られているものはおよそ25種あるが、天然に見られるのは、ごく稀である。アルコール誘導体のプレノールや、カルボン酸誘導体である、チグリン酸、アンゲリカ酸、セネシオ酸、イソキッソ酸が例である。モノテルペノイドは900種類以上知られており、すべてモノテルペン合成酵素によって、 ゲラニルにリン酸から生合成される。反応は複雑なものであり、多様な構造を持つモノテルペノイドが作り出される。酸冠式のものはほとんど存在しないが、ボルナンノに、六位が加強したトリシクレン、甲虫が分泌するカンタリジンが知られる。セスキテルペノイドと共に植物によって作り出され、精油の主成分を構成する。新葉樹の落葉などからなる森林の土には1。 立方メートルあたり1リットル程度のモノテルペノイドが含まれる。これは山火事が広がりやすいことの主な理由の一つである。代表的なモノテルペンはミルセン、オシメン、コスメンである。ミルセンは月桂樹、オシメンはラベンダーの精油に含まれる。リナロールはバラ、ラベンダーに含有される。コリアンダーの葉やパルマローザ油はゲラニオールとネロールを含む。 シトロネロールは、シトロネラ油から、ミルセノールは、タイム油から得られる。ラベンダー油には、ラバンジュロールも見られる。イップスジエノールは、ランの花の香り成分である。これらは、モノテルペノイドアルコールである。モノテルペノイドアルデヒドのネラールと、ゲラニアールは、シストラン水生体であり、まとめて、シトラールと呼ばれる。香料の原料として利用され、 例えば、アセトンと縮合させた後、感化させると、イオノンの2種の異性体が得られる。これは、スミレのような香りを持つ。イオノンは、カロテンやレチノール、ビタミン A の原料でもある。シトロネラールは、防虫剤として使われる。フラノイドモノテルペンとして、ペリレンや、ローズフランが知られる。ローズフランは、バラ油の後期成分で、ペリレンは精油中に含まれる防御ヘロモンである。 カルボン酸としては、ゲラニル酸が知られる。単管式のモノテルペノイドは、ほとんどがパラメンタン骨格を持つが、シクロプロパンやシクロブタン、シクロペンタン骨格を持つものも存在する。クリサンテモール、シクロプロパン、グランジソール、シクロブタン、ジュニオロン、シクロブタンが、例として挙げられる。匂い式位が最も低い化合物として知られる。 チオテルピネオールも単管式モノテルペノイドである。シクロペンタン骨格を持つモノテルペノイドはおよそ200種ほど知られており、イリドイドやセコイリドイドに分類されている。イリドイドはイリドミルメクス属、イリダマーメックスのありから初めて単理された数少ない被植物由来のテルペノイドであることから、その名が付けられた。シクロペンタンにピロンが縮み感した骨格を持ち、 炭素数が5の倍数でないものも含まれる。イリドイドは月経困難症の手当てに使われる西洋人参木の果実やリウマチに効くとされるライオンゴロシなどに含まれる。シクロヘキ参観を持つ炭管性、モノテルペンはさらにいくつかのグループに分けられる。炭化水素としてはメンタン、リモネン、フェランドレン、テルピノレン、テルピネン、シメンが最もよく知られている。 メンタンは他のものに比べ天然に見出されることは少ない。リモネンは多くの植物に含まれ、テルピノレン、テルピネンも芳香成分として精油中に存在する。テルピノレンは白アリの警告フェロモンでもある。フェランドレンはキャラウェイ、フェンネル、ユーカリなどに、紙面はサマーセーボリーなどに含有される。メントールは白カ油の主成分であり、 鎮痛剤他多くの医療品に用いられる。ッカ油にはプレゴールも含まれる。ピペリトールはユーカリやペッパーミントに含まれる。テルピネオールは後期成分、カルベオールは柑橘類の精油成分である。チモールはタイムやオレガノの精油中に含まれる。ジヒドロカルベオールはキャラウェイ、胡椒、セロリ、ミントに含まれる。メントントントンとプレゴン。 およびそれらの共造異生体は、メントールと同じく発火宇中に存在する。フェランドラールは、セリカの植物に見られる。カルボンやカルベノンは、キャラウェイやイノンドに、ピペリトンはユーカリ生涯に含まれる。ユーカリプトール、1、ハチシネオールはエポキシ化合物である。殺菌剤としての効果を持ち、主にユーカリや、月経樹、あるいは一 4シネオールと共に白芯に含まれる。アスカリドールはペルオキシド構造を持ち、赤座属の植物に見られる。2貫式モノテルペンの基本骨格で主なものは、カラン、スジャン、ピナン、ボル、ナン、フェンカン、それからイソボルナン、イソカンファンである。3カレンはテレビン油の主成分であり、黒ョウや柑橘類、モミ、白芯属の植物にも含まれる。 ツジェンは、コリアンダーやイノンドに、また、サビネンと共に精油中に見られる。ツジョンは苦いヨモギから得られ、それを原料とする酒であるアブサニやベルモットにも、含まれる。津ジャノオルは、クロベ族、セジャ、ビャクシン族、ヨモギ族の植物に存在する。カラン骨格を持つカルボンさん、例えばカミンさんは、ヒノキ族、コミシパースの植物に含まれる。 ピネンは酸化錬に次ぐテレビン油の主成分である。テレビン油にはベルベノールやベルベノンも含有されるが、それらはローズマリー油中にも存在する。また、キクイムシの性フェロモンでもある。ピノカルボンはユーカリ精油にも含まれる、尺ガカの昆虫ブッポラスピニアリアの性フェロモンである。カンファー、小脳は血行促進、巨端など様々な薬効を持つとされ、 クスノキ、キャンファー、ローレルから管理される。クスノキからは、ボルネオールも得られる。イソボルネオールは、様々なキク科の植物に含まれる。フェンカン誘導体、特に、フェンコンとフェンコールはシュズの精油中に含まれる。フェンケンや、その誘導体は稀にしか見られない。セスキテルペノイドは3000種以上存在する、テルペノイド中で最も大きなグループである。 すべてファルネシルにリン酸から誘導され、3個のイソプレン単位によって構成される15炭素。数多く知られているが、香量などとして重要なものはおよそ20種程度である。ファルネシルにリン酸が骨格の基本構造をなすが、これは含油血腕、オイルシェール中などに見られる。ファルネソールはバラやジャスミンの精油から得られる。ネロリドールはオレンジ精油に、 ベータシニンサールは、オレンジの花に含まれる。悲観式、フラノイドセスキテルペンとして、デンドロラシン、セスキロセンフラン、ロンギホリンが知られる。デンドロラシンは、植物のみでなく、アリからも得られ、その名は、クサアリア族、デンドロラシャスの学名に由来する。アブシジン酸は、植物の成長などを調節する。幼弱ホルモンは、幼虫の成長を促進するホルモンである。 単管式セスキテルペンは母体となる骨格によってビサボラン、ゲルマクラン、エレマン、フムラン誘導体に分けられる。ビサボラン誘導体は植物中に存在する天然物として百種以上が知られている。ジンジベレンは生姜精油にビサボレンはヒノキ属や松属の植物に含まれる。ビサボールはカモミールの精油から得られ抗炎症薬としての作用を持つ。 大部分のセスキテルペンは多鑑式である。約30種が知られているカリオフィラン誘導体の中で最も重要なものはカリオフィレンであり、キャラウェイ、胡椒、太ももに含まれる。オイデスマン誘導体及びフラノオイデスマン誘導体はおよそ450種が知られている。セリネンはセロリやアサニ、オイデスモールはユーカリニ、コストールはコスタス属、 コステュスの植物の根に存在する。サントニンは駆中剤として採用する。重要なフラノーイレスマン誘導体の一つとして、ツビポフランが知られる。150種ほどのエレモフィラン誘導体やバレラン誘導体は高等植物などに見られる。ノートカトンは11エレモフィレンマイナスに、キュージオンと共に、グレープフルーツの香り成分として知られる。 カジナン誘導体は150種類程度がよく知られており、カジナジエンはホップ精油から、ムーロラジエンはテレビン油性生物から、カジネンはクベバや白ャ族属植物からそれぞれ得られる。アルテミシアさんは抗菌活性を持つ。グアジャン及びシクログアジャン誘導体は400種が知られる。グアジャジエンはトルバルサムから発見された。アンブロシアさんのような プソイドグアジャネン類は、ブタクサ属、アンブロージアの植物に存在する。ヒマカラン誘導体の多くは、ヒマラヤスギ属の植物の精油に含まれる。数種類のダウカン誘導体は、野生種のニンジン、ダウカスカオッタに含まれることから、その名称の由来となった。マラスマン誘導体のイソベレラールは、抗生物質としての作用を持ち、イソラクタラン誘導体であるメルリジアールは、 キノコの一種種はタケ、マーリアス・トロメロッサス、フラバイア・トレマローザの代謝物である。アコラン及び50種が知られるカミグラン誘導体はスピロ化合物であり、カミグラン類は藻類によって産生される。セドラン誘導体の一種のセドロールはヒマラヤ杉の後期成分である。ヒルスタン誘導体はキノコの代謝物として存在し、ヒルスタム酸などが知られている。 ファルネシルにリン酸を、グ具体としない、多感式セスキテルペンも存在する。ゲラニルゲラニオールマイナスフィトール、マイナスアビエチン酸ピマラジエン、ダフネトキシンマイナスタキソールピマール酸。ゲラニルファルネソール、スクアレンリモニンカメリアゲニンホッパンラノステロール、ファシクロール、カロテノイドゴム。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。